スノーマン、中丸雄一のアパミッカイジェシーと、綾瀬はるかの同性愛で際立つ、ノースキャンダルの不安 TBS はスノーに全上理快進撃を続ける9人組グループスノーマン。しかし、契約するスタートエンターテイメントの他のタレントの熱愛報道やスキャンダルが立て続けに、報じられたとで、心配の声も上がっている。8月9日、 それスノーマンにやらせてくださいかける東京フレンドパーク復活 SPTBSK として、それスノット国民的人気番組東京フレンドパークがコラボする3時間 SP が放送。1992年から2011年まで18年にわたって放送された東京フレンドパークのアトラクションで、スノーマンとゲストが真剣勝負を繰り広げるという内容だ。 レギュラー放送終了から13年、伝説の人気番組が、ソレスノで復活。かつて、関口博士、81が務めた支配人を、深澤達也、32、副支配人を、南海キャンディーズの山里亮太、47が務める。週6に先立ち、スノーマンは本家の支配人関口と対面。緊張の面持ちのメンバーだったが、関口から、 引き継いでくれるということで、こちらがありがとうと正式に継承されることに。さらに支配人のトレードマークであるジャケットが関口から贈呈されると、深沢は震えると番組の重みもしっかりと受け取ったようだった。それすのではこれまで嵐の秘密の嵐ちゃんや V6 の学校へ行こう。共に TBSK の名物企画をリバイバルしており、この度、 東京フレンドパークも奇跡の復活を果たすこととなった。TBS の過去の番組をそれすので復活させていこうという流れが完全にできていますよね。昔の人気番組の企画をリバイバルさせるとなると反発の声も出がちですが、スノーマンは最強の人気と好感度を誇っていますからね。彼らの番組だったらいいよねと多くの視聴者が受け入れてくれるんです。 制作会社関係者、スノーマンが絶好調の一方で、同じスタート者のタレントの熱愛やスキャンダルが相次いで報じられている。ストーンズのジェシー28は、綾瀬遥るか39の真剣交際を7月25日発売の女性セブン小学館がスクープされ、同棲しているという両者の熱愛を、双方の事務所とも否定することはなかった。 さらにカトゥーンの中丸雄一40が橋本環奈児の女子大生とアパホテルで密会していたことを8月7日配信の文春オンラインが報道スタート社は事実を認め中丸について本の意向により禁止することとなりましたと報告したスタート社になってから所属タレントの熱愛報道や結婚発表が相次いでいます タレントにとっては自由度が増しているということでしょうが、やはり人気面ではダメージはある。結果、そうしたことが一切ないスノーマンがますます一強状態に。そして、クリーンさもより増している感じですよね。彼らもかつてはマイナスな報道がありましたが、CD デビュー後はノースキャンダルですからね。ファン、事務所。 そして関係各所の期待に依頼いてくれるのはスノーマンしかいないとなってきている感じで、彼らに万が一にも何かあったら、とんでもないことになってしまうはずです。前室の制作会社関係者、X9 ツイッターには、お願いだから変なスキャンダルだけはスノちゃん、徹底的に避けてほしい。スノすごいなシンプルに絶対スキャンダル出すなよこの人気、終わるよ。 すのまじすごい勢いが止まらないどころか上昇がすごい。お願いだ誰も、スキャンダルするなお願いだ、批判されない感じの結婚ぐらいにしてくれ。などの切実な声が寄せられている。